はい、酒好きな新潟人の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、第3のビール。クリアアサヒの秋の琥珀。クリアアサヒからもまたね、秋のやつが出たかと。限定醸造。これは、今まで出てなかったですね。去年は出てなかったです。こんなの。4種の麦芽と7種のホップ。琥珀色の深い味わい。アルコール度数 6% 高めです。原材料が発泡酒、括弧、麦芽とホップと大麦とコーンとスターチ。スピリッツ、括弧、大麦。となってます。それでは、いただきましょう。クリアアサヒからも出たか。秋シリーズ。ね。個人的に言うと秋だから何なんだって話なんですけど。まあ秋だからこそこの琥珀色のね、ビールがいろいろ出てますね。乾杯。うん。まあ、まあ普通に美味しいんじゃないですか。普通のクリアアサヒに比べたら多分美味しい。まあ普通に美味しいな。別にそこまで、なんか、苦戦もなく、さっぱりしてるような、まあでも、クリアアサヒらしさ、らしい。いいけど、しっかりなんか、琥珀のコクがあるよ。しっかり風味もあり、まあぶっちゃけた話、クリアアサヒ最近飲んでないからどんなんだったか、まあ薄いってのはわかるんだけど、クリアアサヒはまずいってのはわかるんだけど、全くコクがないよね、クリアアサヒってね、通常のやつ。でもそれに比べると全然美味しい。結局、クリアアサヒってコクがなくて、コクがないというか、風味がない。クリアアサヒ。でも、これはちゃんと風味がある。美味しい。しかも、アルコール度数が高めなんで、ちょっと重たいですね。味がね。普通のクリアアサヒは、5% なんで、もう軽いんですけど。まあ、5%。まあ、普通のビールですけど。まあ、それに加えて、クリアアサヒ自体がかなり、風味がないんで、軽いんですよね。なんかね。でもこの秋の琥珀はその、他の、なんだ、秋の、なんちゃらとか、に比べると、どこだ、札幌か？なんだっけ、いろいろ出てましたけどね。これ前何飲んだんだっけ？秋の芳醇か。秋の芳醇とかか。あ、秋の本熟とかですかね。
まあ、秋シリーズに比べると、他のやつに比べると、多分一番喉越しがある感じはする。多分一番軽めの感じ。でもそれがなかなか、大体この琥珀色のビールって大体あれなんですよ。重いんで。だからあんまりその、なんつうかな。食事に合わせづらいっていう。だけど、これは、すごい、食事に合わせやすい。特になんかこう、脂っこいものとは、まだ合わせやすい。と思います。まあ、普通のクリアサヒも多分食事には合いやすいとは思うんだけど、ただクリアサヒは薄すぎて、まあ、なぁ、と。いう感じなんで、まあ、ちょうどいいんじゃない？これは。第3のビールとしてはちょうどいい、コクとその、喉越しの、その、なんていうのかな。調和感が。調和してる。うまい具合にこう、調和して。これは普通に美味しいですね。ちょうどいい。あ、そうだ。今日、8月31日、学生の皆さん、残念ながら今日でね、あれですね、夏休みが終わってしまいます。残念だったな。まあ、俺はもう社会人なんで。あ、そうですか、としか言えない。4434です。ご視聴ありがとうございました。